あのこの駅舎、あの富良野行った時にもちらっとお見せしたんですけれども、これ1952年、昭和27年かな、中に、作られた駅で、ちょっとこう年数はあるんですよね。でこの使われている石があの美瑛軟石といって、あの、まあ、札幌軟石のようなものを使ってるんですけれども、あ、そうそう、まず出ましょうか。すいません、ありがとうございます。建物がやっぱりその昭和の戦後のすぐぐらいのそういう建築になっているのでありますけれども、ね、なかなかでは味わっていいんじゃないですか、この駅。さあここに来て何ってわけじゃないんですけれども、なんか旭川に行っても暇だからここに来たみたいな、そういうノリで来ちゃってるんですよ。やっぱこれなかなかやっぱり渋みのある、あの札幌軟石って、まあ、美瑛軟石って言われてるんですけれども、札幌軟石よりはなんかこう穴が開いてるスカスカっていう、そういう感じがするな、軽石感が強いっていうのかな、そんな感じですね。本当に私何にも考えてないので、美瑛で何をやるという、なんか美瑛の丘でも行こうかって、そういうことも考えてなかったんですよね。ちなみに、ですね、今美瑛町役場が500メートル、郷土学館美空も500メートル、まあ日曜じゃない、今日祝日ではあるのでね。そうですね、あ、これですよね、これまっすぐ行って1丁角2丁角3丁角ぐらい行くと役場と、それからこの郷土学館、それからここに観光協会があるな、観光協会行ったらなんかいろいろ見させてもらえるかもしれないです。だからなんかこの辺を歩いてみましょう。今日はじゃあ美瑛を歩きたいと思います。あ、反対側に鉄西公園とかありますよ。あの鉄がついてると鉄道に絡むんじゃないかっていう、私の直感があるんですけれども、合ってるかどうか知りません。それから、あ、これいいですね、なんだっけ、道の駅美瑛、道の駅美瑛、ですね、これ観光課の裏にあるのか、ちょっとこの辺歩いてみましょうか。この裏あたりに道の駅があるっぽい。そしてあのこちらの看板もまだ駅からもうあの20メートルぐらいしか歩いてないんですけれども、こちらに看板があって、丘の町美瑛、丘の町と言われるほど町のシンボルになっている丘陵地帯、実はこれらは百数十万年も前の火砕流によって運ばれてきた灰軽石でできています。ということで、そうですね、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、やっぱここですかね、美瑛軟石と美瑛駅、美瑛駅や美瑛町内の公共施設本通りの建物に使われている白っぽい石は美瑛軟石と呼ばれています。もろく加工しやすい石は明治39年ですから、1907年から昭和44年、1969年頃まで美瑛町内で採掘が行われ、穀物倉庫などの資材として広く使用されていました。今は解体した際の廃材を再利用して美瑛町の美しい景観づくりに生かされています。で美瑛駅は駅舎を昭和1988年に改修して、美瑛町本通り区画整理事業によりなんとかかんとかということで、様変わりしました。あ、じゃあそうか、そんなにそんなになんですね。これにしたらなんか綺麗だなと思ったら、でも1950何年ぐらい作られた建物ではあるので、なんかやっぱりいい味出してますよね。あ、そしてここが書いてます、駅舎の壁面を見てみよう、ポコポコとキラキラ、美瑛駅の駅舎の壁面に使われている軟石をよく見てみましょう。ポコポコとした穴は、美瑛軟石が火山活動で作られた証拠の一つです。火砕流が冷え固まるときに火山ガスなどが抜けたり閉じ込められたりしてできた、ありますよね、なんかあの南極の氷になんかあのその昔の空気が入ったままで泡になってるっていうあれですよね、あのノリですよね。で穴以外に目を移すとキラキラしたガラスの結晶が含まれている様子も見えます。これも火山活動でできた石の証拠で、マグマが冷え固まるときに使われます。これあの中学校の理科で習いますよね。石彫雲郭機関なんていうふうにあるんですけれども、石彫雲郭機関欄、石英が超石は白っぽかったよね、石英も白っぽいんですけど、もうちょっとなんか綺麗なとガラス質があるんですよね、が出てきたりでこの美瑛軟石を作った火砕流は十勝岳火山群がなかった時代の大噴火で流れました。なかったというのがミソですね、あれはなかったんですね、裏側にもあるんですけど、十勝岳火山群が、美瑛軟石が町内で採掘されていたことを考えると、
美瑛の大地は火山の活動によってできその後の風化などで現在の姿になっていることが分かりますということなんですよ。だから今、これですね、琵琶駅、十勝岳がずっと、これ裏、ちょうど私今見てる方の裏側になるんですけど、後ろ側になるんですけど、これずっと行くとこの辺が上富良野町、富良野町、違う、こっちですね。だから東神楽、あ、そうか、それこそこっち方面ですね。こっちの方面にいわゆるこの旭岳とかあるんですけどね、世界じゃなかったんで北海道で一番高い山、旭岳とかこの辺の山々があります。であって、この辺の火山山ができる前に噴火活動があってこの辺にできたということです。美瑛南石の元がで、面白いのが、ね、この町ずっとまっすぐ行くと最近こう話題になっているこれだ、青い池が見れるそこがあるんですね。何キロぐらいあるかなこれ、ちょっと怖いな、タクシーで行くととんでもないお金になりそうなんでやめときますけれども、でもなんかいろいろ見どころはあるんですよね。まあ時間があれば青い池も行きたかったんですけど3時でしょ、まあ5時ぐらいの列車で帰りたいからちょっと難しいかな。というかですね、これずっと行くと琵琶牛とか上富良野とかこの駅がいくつかあって結構時間食うんですよね。だからそれ考えると青い池も結構時間食うんじゃないかなと、行って帰ってくるだけでも。だからまあ今日はこの辺でおとなしく してましょう。それから美瑛の丘だと駅の反対側になるんですね。こっちも歩いていけなくはないんでしょうけれども、まあやめた方がいいかなと。行けるかな、まあ、ちょっとわかんない、自信がないという感じですね。まあ、あとほらここって皆さん観光地になってるんですけれども、あくまでもこれは私有地であって、ここのマイルドセブンの丘とかセブンスターの木とか親子の木とかこの辺の地主さんが好意で見せてくださってるだけなので、あんまり行っちゃワイワイ行くもんじゃないとだけ言っておきますね。でもまあとりあえず歩きましょう。いつものノリで街歩きやりたいと思います。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録そしていいねボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。あと太郎の雑学カフェこちらの方もやってますので見ていただければと思います。では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。次の動画もぜひよろしくお願いいたします。